こんにちは、動作改善アカデミーの須永です。今より動ける体は仙骨から楽に動くことで作れます。なぜ動けないかが見えてくると、動き方の大事なポイントが見えてくる。動ける体を作りたい方へ、仙骨から楽に動く考え方をお伝えしていきます。まず動きで悩んでいる方の特徴、そしてそのデメリット、また大事なポイントをお伝えして、最後にトレーニングですね、やっていきたいと思います。よかったら最後までご覧になってみてください。じゃあやっていきましょう。動きで悩んでいる方の最大の特徴は、無意識のうちに力を込めて動いてしまっているということですね。それを表に出すために講座でよくやるんですが、骨盤の位置を後ろから押さえていただいて、その状態で歩きます。これをグッと押さえられると前に進まないので、体を前に倒してグッグッと一歩一歩踏ん張りながら動く方が非常に多いです。これ進んではいるんですけど、こんなに力入れる必要ないですよね、本当はね。で、押さえられると表に出ますが、これ実は隠れてずっと同じことやってます。力を込めて動いてしまってる。だから動くたびにブレーキがかかってしまって、動きがスムーズにいかないってことが多いんですね。そういう状態のデメリットは、膝関節で力を入れる習慣がついてしまってるってことですね。その状態だと一番もっともっと力が出るはずの仙骨股関節の位置からの力が全然出なくなってしまう。なのでこの状態、膝立ちの状態で押し合いすると簡単に押されちゃうんですよね。これがうまく力が出てないよのサインです。まあ、これはちょっと高さあるから、ちょっとあれですけども、軽くポンと押されたぐらいで相手が倒れてしまう。で、加えて相手の力がこっちに向かってこないんですよね。膝では全然力が入らないですから、仙骨から股関節の力がうまく出てないと、これはあからさまに動きの力が出ない。2対1でもこんな感じになっちゃいますから、力が通らないっていうのがデメリットになります。いや、その動きの良さを変えるために必要なことは何かというと、もちろん仙骨から動くということですよね。この仙骨から動く、あまり皆さんイメージしにくいみたいなんですけども、それはですね、本当に比喩なく仙骨から動いてほしいんです。仙骨の位置から体を前に押し出す、ちょうどまあお腹を前に押し出すような形になる感じですね。こんな感じです。はい。で、その動きに足が自然とついてくれば、仙骨から動いて歩けてますよ。これだけ強くなるわけです。ただ、先ほどお話したような膝で力んでしまうような習慣がついてしまっているとうまくいかないので、その2つを変える、体の習慣、動きの習慣を変えるためのトレーニングやっていきましょう。ではトレーニングですが、まずは先ほどお伝えしたような膝で力むのではなく、仙骨股関節の動きを引き出すためのトレーニングをやっていきます。仰向けで片足ずつやっていきましょう。仙骨から股関節で上に持ち上げる、これが前に進むための動きになるわけですね。片方ずつやると、どちらかが得意だったり苦手だったりあると思うんで、丁寧に動きをちょっとチェックしながら、仙骨を押し出して股関節を動かすイメージで動かしてください。もちろん左右ですね。で、今の動きは仙骨が股関節出してるんですが、この動きじゃなくてですね、ちょっと大きく動かそうとしすぎると、この状態、お腹が出てしまって膝がちょっと力んでしまってる、お尻だったりとか太ももだったりとか、特に腹筋の位置がぎゅっと力んでしまってる動きはあまりよろしくないんです。そうではなくて、今のこの動きのように仙骨の位置から前に出てる状態、そうすると自然と股関節が動きますから、あまり動きにとらわれて大きく動こうとしないでくださいね。今の自分が出せる最大の力をギリギリのところで丁寧に動かしてみてください。では今作った仙骨から股関節の動きで、実際に動いてみましょう。これですね、膝立ちで歩いてみてください。すごいシンプルなトレーニングに見えるかもしれないですけども、これ結構大事でして、今の動き見ててもどう動いてるかちょっと分かりづらいと思うんです。ただ仙骨から股関節の先ほどの位置を前に押し出して歩いて、股関節が後からついてくる、その状態で歩くと、これだけ上の状態、上半身がですね、安定して動けてますよね。これが一応理想な状態。ゆっくり歩いてください、まずは。で、足を前に出そうとすると、ちょっと今極端にやってますが、体のバランスが崩れちゃうんですね。ギュッギュッと押し込むことでですね、体が左右に前後にブレてしまいます。そうではなくて、仙骨の位置からこう前に押し出していくことで、スッスッと左右、足を連続で出していってもですね、これだけ安定して動けるわけです。この状態でまずゆっくり歩くとこから始めましょう。では次ですね。次は同じようにですね、膝立ちで歩くんですが、今度はスピードを上げてみてください。走るようなイメージでトン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 と進んでほしいんですが、仙骨から進んでいれば、これだけスピード上げてもバランス崩すことなくスムーズに進めてますよね。この状態で進めてる状態、スピードを上げるとね、隠せないんですよ。動きの質が隠せないです。この時に足で歩こうとすると、もう本当にこれだけブレちゃいますから。皆さんも、まず先ほどの仙骨から、膝立ちで歩いてる状態で丁寧に動けてれば、スピードを上げてみてください。その状態で、まあもちろんこれだけブレてれば分かりやすいと思いますけども、自分で動いてみて分かりますよね。仙骨から動いて、これだけスッスッスッと左右出せてるかどうかです。その状態で、どっかで踏ん張ってしまったりとか、なんか足が左右スムーズに進まないなっていう感じが出てきてたら、ちょっとうまくいってないです。これを丁寧に試してください。体は動こうとするだけでは、逆に動けない体になってしまっていることが多いんです。自分が動かすマニュアル的な動作ではなくて、
体が動ける状態を作って、オートに動ける体を作っておいてあげると、どん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 動けるようになってくると思いますので、いろいろ試してみてください。こういったことをですね、仙骨トレーニング講座であったりとか、もちろんパーソナルでもやってますんで、気になる方はですね、公式 LINE、概要欄に載っけてますんで、そちらからご相談いただいたりとか、ご依頼いただければと思います。で、今回こちらで、ありがとうございました。